はい、こんにちは。はじめまして、グラビティデイズのディレクターをやってます富山と言います。よろしくお願いします。そうですね、グラビティデイズというゲームはですね、企画のコンセプトが、重力を操って 3D 空間を自由に駆け巡る大冒険活劇ということで進めてきました。大きな特徴3つありまして、1つ目はプレイステーションビータのモーションセンサー機能、ジャイロセンサーを、活用して全く新しい、これまでにない重力アクションというものが体験できるというもので、2つ目は、雪イエルの美しい画面を引き立たせる、シェーダーとかポストエフェクトとかそういったものを活用した、非常に高精細な映像表現が実現できている。で、3つ目は、コミックとかアニメーションのテイストからインスパイアされた非常にオリジナリティの高い世界観やストーリーで構成されている。その3つが特徴になります。舞台はですね、架空の世界の空中都市になるんですけど、ヘキサビルという町がありまして、そこは重力嵐と呼ばれる、謎の災害に襲われて、今なかなか非常に大きな危機に瀕しているというところになります。で、その中で、主人公は人々をその重力嵐の脅威から救うために活躍していくと、そういうストーリーになっています。主人公はグラビティ・キトゥンという名前で呼ばれる女の子になりまして、で、彼女はゲームのスタートの時には記憶を失っています。で、また特別な力を持っていないんですけど、謎の黒猫と出会うことで重力を操る力を得て、で、それでその重力嵐に、困っている人々を助けるために、活躍する、そういうこと、そういうストーリーになります。敵は重力嵐とともに現れた謎の怪物で、ネビーと呼ばれるものが登場します。で、弱点のコアを持っていて、それで最初は小さな形のものが中心に登場するんですが、だんだんと非常に大きなものとか、どんどん異様な形のものになったりして、ストーリーが進むにつれてどんどん新しいのが出てくるので、そのあたりも楽しみにしていただきたいと思います。このゲームの中で、最大の特徴になるのは重力アクションの中で最大の特徴となるのが重力チェンジと呼ばれるものになります。で、これはまず R ボタンを一度押すと、主人公がその場に無重力状態でふわふわと浮かび上がります。で、その時に、本体を傾けることによってカメラがコントロールできるんですけど、それで行きたい方向を見て、もう一度 R ボタンを押すと、その見ている方向が下となってそちらに落ち始めます。で、これをうまく繰り返すことで、あたかも空中を飛び回るように行動することができたり、また壁に降り立ってそこを床のように走り回るといったような、そういう独特のアクションが可能となります。バトルにも重力アクションを使うことができます。で、落下 の加速度のエネルギーを利用して、利用する重力キックというのが主力の技になって、で、その落下の勢いを敵に直接叩き込むことで大ダメージを与える、そういったアクションが可能になっています。で、それ以外にも周りのものを持ち上げて巻き込んで敵に攻撃するといったような様々なアクションが可能になっていきますので、ご期待ください。新しいハードであるプレイステーションビーターにふさわしい、全く新しい重力アクションというものを体験してもらうためにチーム一丸となって今も頑張ってますので、ぜひぜひ強くご期待いただきたいと思います。はい、それでは、実際のゲームの詳しいところをこれから見ていただこうかと思います。じゃあこれからゲーム始めます。ゲームの基本の操作は比較的オーソドックスなもので、左で移動、右のスティックでカメラをコントロール、バツでジャンプといったようなものになります。これ謎の黒猫との出会いの場面になります。
主人公は黒猫と出会うことで重力を操る力を得ます。重力チェンジの基本は R ボタンになります。 R ボタンを一度押すと無重力浮遊という状態になります。この状態でもう一度 R を押すと画面の正面に向かって落ち始めます。 L ボタンを押すと元の重力に戻ります。カメラはただ振るだけではなくて、実際に世界を覗き込んでいるような不思議なコントロールも可能になってます。ゲームの途中にはコミックスタイルのデモというものが挿入されます。このコミックデモはフリックでページをめくるように送っていくことができます。実は少し奥行きがついていて、これもジャイロでちょっと面白い 2.5D 的なコントロールもできるようになってます。バトルの基本になるのは四角ボタンによるキックになります。ですがこのゲームで主力になるのは R ボタンの無重力中に敵を狙って攻撃ボタンを押すことで重力キックというものが出ます。敵に命中、敵の中には弱点を守る殻を持っているものもいるので、その殻も重力キックで壊します。重力キックは傾けをうまく使って連続的に出すことで次々と敵を倒すことができます。はい、これで全ての敵を倒しました。はい、今回のゲームプレイはここまでになりますが、今回は本当に基本的なものだけ見ていただいたんですけど、ゲーム本編にはもっともっとたくさんの重力アクションが入っているので、ぜひご期待ください。